戦争の被害者は一体誰なのか。世界の戦場を駆け巡り、真実を求める戦場記者、須賀川博士。空爆で妻と4人の子供を失ってるんですよね。戦争のこの狂気の受け皿になってしまってるんじゃないかと。紛争地を徹底的に取材する彼の瞳が映し出すものとは。戦場記者。